ちら。全くの想像だけで牛追い祭りを紹介してください。全くの想像だけで牛追い祭りを紹介してください。トレインさんからいただきました。こちらのお題で。4分間スタートです。はい。名前は知ってるけど、別にどういう祭りなのかよく知らないんで。知ってるよって言うんだったら、別に正解を出してもいいかな。トロツンク名人。今日も思えなかったな。追えないこともある。相馬。終わった後なんですけど、近くの溝に靴が落ちる。敬礼。毎年雨の降ってる時期にやるのに、みんなスパイクを。ぬかるみの上でやる。おがくぜっと、ついに今年も牛追い祭りの季節ということで、今回はこちら千葉県蘇我からやってる。大工が一番得意なんですよ。そうなの。敬礼。昼休憩の時間に牛かるたをする。牛のこといっぱい楽しむんだ。石田。牛を使ったビジネスの話。プロツンク名人。たまたまそういう流れになったのが始まる。たまたまなあれ、ただたまたまできたの。テントが薄くなったら行ってもらえればとして用意するので。相馬。子供の頃は親に聞くと怒られる。怖いよ。ケレン。奈良県から牛を追い出す。そんなにいるイメージない。石田。牛がやってくるまで怖い話です。ちょっと思うよ、牛来るまで。おがくるぜっと。これが後々クレー射撃になったらしい。なんで？2分が経過しています。あの、牛にゲームを見せる時間がそうま、本当に強いんですけど、ピースの又吉が4連覇している。戦いのあんな一緒に待ってるって連覇とかあるの？優勝っていう概念がある祭りだったの。残り1分30秒。1分30秒。もうちょっとだけ牛祭りの紹介をしてほしいんじゃ。ブラックゼット牛スタジアムで。けれん。床に置いたピアノを2人の女の子が連弾で演奏している。あの終わった後に牛にどうだった。もうしか帰ってこない。残り1分。プロツンク名人。午前中に終わらせようという空気があった。宿題だったの。相馬。自転車競技部活躍の場。いいな、起きて。石田。何もない埋め立て地で。広いか。残り30秒。あと30秒。全くの想像だけで終盤で消化してください。けれん。遠くからも見やすいように牛の模様をその上から白黒のペンキで強調して。時間切れになりました。1秒2 3 4 5 6 7。これ昔の祭りなんですけど、これが伝承して猫を追いかける祭りなんです。それが猫カフェ。追いかけてないよ、猫カフェ。そのまひたすらまっすぐの少年が牛、追わせてくださいって泣いてる。8秒。はい、プロツンク名人。参加申請するとこんな感じのメールだった。終了かな。終了です。はい、はい、では
閻魔大王とルームシェアをしているそうですね。最近どうですか。閻魔大王とルームシェアをしているそうですね。最近どうですか。こちらのお題でオープンカンスタートです。してるらしいんですよ、このオープン。それぞれ別でそれぞれ個別でしてるらしいんで、ちょっと話を聞いていきたいですね。オラクル Z、 閻魔帳ってめちゃくちゃ分厚いけど、どうしても冷蔵庫に止めたいって強い磁石を買ってきた。そこまでして止めたくはないのかな。意外と優しくて、自分の部屋が結構もう物でいっぱいなんで、閻魔大王の部屋の方にバイオリンを置かせてくれる。バイオリン持ってるんだ。石田、目の前で平気でお鳴らしてきて、罪ではないと言って。チップに経過。あの、洗面器に赤いファンデーションがある。ロズンク名人。結構帰りが遅いんで、電気はつけといて。夜遊びするタイプなの。相馬。ほっぺの赤いミーを使ってる。ミー持ってる。まだ用途ルームシェアをしているそうですね。最近どうですか。してるということをお伺いしたのを裏にしていました。経年床に落ちてる陰謀を焼き消してくれる。おかくぜと閻魔飯とか言って札幌一番のアレンジメニュー作ってる。庶民派かよ、全然辛くないしな。おこたんめんのさ、インスタントがあるもんね。これ終わったら一旦休憩挟みますね。タド、あのシルクボードに部下の鬼たちと一緒に撮って、あの野球大会の写真がいっぱい貼ってある。残り1分30秒、相馬。ちょっと目障りなんですけど、ルフィがかっこいいってハングリーベイズの写真ずっと見てる。敬礼。昔を懐かしむスイッチがたまに入ってて、たまにおしゃぶりを。石田。いつも赤いバスクリームを使うので、浴槽の赤い趣味があったんですけど。仕切りに帰ってこいよ。おがくるぜと。訪ねてきた部下の鬼が、エンマ様のルームシェア相手だし、敬語なのかな。でも、裁く対象の人間に敬語ってなんか違うくらいかみたいな感じで、距離感を測りかねてる。あのシャンプーに、シャンプーの固まったカスがなんかいっぱいこびりついてた。30秒過ぎました。相馬、縁が自分の部屋いけないから裏垢でチンコを食ってる。OK ね。友達の縁がファンのために手形を取ってる。あと10秒、これは一旦切ろうかな。一回切りましょうか。時間でやりました。ワークウェット、チタンヌ2人のでっかいこうペンチみたいなやつ器用に使って猫の顎を撫でて直で行きゃいいじゃん。あのテクノの CD ジャケットで部屋を装飾している。3秒、5、6、7、8、9。石田、家賃を理解してないので代わりにめちゃくちゃ謝った。そのまま床にお金を並べる。はい、終了です。では全員顔を伏せてください。